武蔵野カンツリークラブは、千葉県松戸市六高台に、かつて存在したゴルフ場である。武蔵野カンツリークラブは、1924年、東京府玉平山に、平山コース6ホール規模のゴルフ場を、会場、2年後の1926年、閉鎖された。同年、千葉県東葛飾郡、風早村高柳へ移転、同年10月、六ミリンクス9ホールが、会場、 1927年9月、9ホールを増設し18ホールが開場した。1929年、隣接地に、藤ヶ谷コース18ホールを増設、両コース合計36ホール規模のゴルフ場となった。1944年、帝国陸軍の接収を受けて、解散となった。当時の武蔵野カンツリークラブの6ミリンクスの様子が、わかる貴重な絵葉書の資料が残されている。 また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する第4回日本、プロゴルフ選手権大会が1929年7月に開催された実績がある。関西では、1920年代、ゴルフの大衆化によるコース新設が活発だった。その反面、 関東では、1906年に開場した、ネガ・ネギシコース、1913年に開場した、東京ゴルフクラブ・駒沢コース、1917年に開場した、富士屋ホテル戦国ゴルフコース、1923年に開場した、ほどが谷カントリークラブのゴルフ場のみであった。 関東のゴルフの大衆化を目的に、1924年、東京二間の平山から八王子にかけての丘陵地に、武蔵野カンツリークラブ、平山コースが開場した。同年3月から造成に着手、翌年5月、2000ヤードの9ホールが完成。東京では、東京ゴルフクラブ、駒沢コースに次ぐゴルフ場である。平山コースの解説では、 地主の杉山又吉の協力が大きかった。地主との交渉に走り、会場後は自宅をクラブハウスとして提供した。また、地元の小学校の生徒がキャディーとして働き、小遣い稼ぎの場所だった。しかし、2年後の1926年、平山コースは閉鎖し、同年、千葉県の六味、千葉県東葛飾郡、風早村高柳へ移転した。 武蔵野カンツリーとラらく6ミリンクスである。同年10月、9ホールが開場し、翌年の1927年9月、9ホールを増設し18ホールが開場した。なお、閉鎖した、平山コースを惜しむ声があり、1928年、多摩カントリークラブとして、再開、1938年1月6日、閉鎖された。会員数が増加したため、 1929年、6ミリンクス近くに、武蔵野カンツリークラブ、藤ヶ谷コース18ホールを増設した。武蔵野カンツリークラブは、日本で初めて36ホール規模のゴルフ場となった。その後、1944年、ゴルフ場は、第二次世界大戦の影響で、6ミリンクスは閉鎖され、藤ヶ谷コースは、陸軍用地に決まったため閉鎖し解散した。 武蔵野カンツリークラブ、藤ヶ谷コースは、現在、海上自衛隊下宇佐航空基地、海上自衛隊第30課学校、藤ヶ谷飛行場になっている。南北を走る東部の打線と、県道8号線を挟んで、西側の松戸市側に、6ミリンクス、東側の柏市側に、藤ヶ谷コースが存在した。ありがとうございます。